どうも、あきチャンネルのあきです。今回はこの45センチキューブ水槽、こちらを使ってタキテラリウムを作っていきたいと思います。なぜね、タキテラリウムを立ち上げるかというと、今まで稼働していたタキテラがあるんですが、こちらの滝の部分のモーターが故障をして動かなくなりました。なのでね、滝がメインで作ったので、滝が流れない水槽、稼働する意味があるのかなと思い切ってリセットいたしました。リセット動画の方はね、撮っていないのでご了承ください。そして、今回ですね、新滝テラリウム水槽を立ち上げることにいたしました。今回のね、メインは、滝も作るんですが、滝はメインではありません。いくつかのね、パーツに分けて浮島を作ります。その上にレイアウトをします。浮島にすることでね、いろんな組み合わせを楽しむことができます。そんなね、夢のようなレイアウト、浮島レイアウトって自分で名付けたんですが、そちらをね、うまくできたらと思います。それではね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まずは滝の土台となる部分ですね、こちらを作っていきたいと思います。100均の、コーナーネットですね、コーナーネットに軽石を詰めたものです。こちらをね、土台として使っていきます。滝の部分はね、今まで何回も作っているんで、作り方とかはね、過去動画とかを見ていただければと思います。まずね、こちら、3つのパーツを、作りました。あとはね、こちらを、組み合わせれば、滝の方はね、完成いたします。そして、こんな感じですね。土台の上に滝を組み上げました。これでね、一応滝の方は完成です。で、土台の部分もね、ちょっとね、軽石が見えてしまうと、ちょっとおかしいので、インテリアバークを貼り付けていきます。こんな感じですね。貼り終わりました。で、これはね、配管テストですね。流れとしては、まずまずいいんじゃないかと思います。そしてですね、ここからはメインのね、浮島の方を作っていきます。材料はね、やっぱ浮島なので、いらないね、端材の発泡スチロールとかね、あったらそれを使ったらいいと思います。100均とかにもね、売っているので、そちらをね、利用してもいいと思います。で、こちらね、いくつかのパーツに分けて、形を作りました。これはね、真ん中に大きく穴が開いてるんですが、これは水耕栽培をするのに、こうやってね、ポットをこう、下に落ちない程度にね、穴を開けていただいて、あとは浮かせるだけで、これ水耕栽培システム、これもなかなかいいですよね。そしてこちらはですね、いくつかね、穴を開けてます。大体テラリウムっていうとね、観葉植物を使うことが多いと思うんですが、根腐れをね、やっぱり防ぐために水はけをよくします。穴を開けた上にね、鉢底ネットを引いた状態です。で、これね、あと周りもちょっとね、発泡スチロールが見えてしまうとおかしいので、インテリアバークを貼っています。で、こんな感じですね。完成した映像ですね。で、これなんかね、インテリアとかにもいいなと思ったんですね、作っている途中に。このままね、土を入れてもらってね、穴が開いてるんで、下にお皿を引いてもらって、花を生けてこう家の中にね、飾ったりしても、ちょっとね、なんかおしゃれじゃないですかね。いろんなね、使い方ができると思うのでね、工夫しないで、いろいろな、
使い方ができると思います。そしてこちらがね、一通り完成した滝の映像ですね。そしてこちらがあれですね、浮島を浮かせた状態ですね。こんなには使わないと思うんですが、一応ね、多めにパーツの浮島パーツはね作ってあります。でこれ今ねこう取っていただいて、こう浮いている状態ですね。でこう前と後ろをこうね入れ替えたりすることができます。でこうやってやることでね、いろんなレイアウトの組み合わせとかね楽しめるので、メンテナンスも楽ですよね。そのパーツのね浮島を取ればメンテナンスのもね楽にできると思うので、で全体の映像がこんな感じですね。で今回はね立ち上げパート1ということで、ここまでの映像となります。次回ね、次回ちょっと動画、続きを上げられるかちょっとわからないんですが、このままねちょっと水を張って、ボンドとかねアクアリウム用のボンドを使っていないので、水アク抜きですね、そちらの方もしていかないといけないので、早めに次の動画を上げていきたいと思います。